和歌山線。和歌山線は、奈良県北葛城郡王子町の王子駅と和歌山県、和歌山市の和歌山駅までを結ぶ西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。奈良県内は、中西部の王子町、柏市、大和高田市、葛城野市、御所市、五城市を混合産地に沿って、五城駅、和歌山駅間は、和歌山県橋本市、 桂ツ町、木ノ川市、岩出市、和歌山市を木ノ川にそう結んでいる。現在、関西本線と接続する王子駅から高田駅までの間は、大阪方面からの直通列車が多く運転されているが、高田駅和歌山駅間は、線内のみのローカル輸送に徹する形となっている。和歌山県内では、木ノ川流域に人口が集中しているため、 岩出駅、橋本駅、近郊など区間によっては、利用客が増えている区間があるが、原則として2両編成や4両編成で、運転されている。全線が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、大阪近郊区間に含まれている。このうち奈良県側の王子駅、五条駅間は、IC 乗車カード、愛国家エリアに含まれている。一方、和歌山県側の五条駅、和歌山駅間は、 エリアに含まれておらず、チャージ残額で通過することもできないが、2020年春に227系を導入の上、車載型 IC 改札機により、対応する予定となっている。王子駅五条駅間は、近畿統括本部大阪支社王子鉄道部の管轄。ただし、王子駅は、近畿統括本部の管轄。五条駅、構内の属和歌山駅間は、和歌山支社の管轄である。 路線記号は T。2023年春に、橋本駅和歌山駅間に、無線式 ATG が導入される予定である。王子駅では、関西本線、大和寺線からの直通列車は、基本的に1番乗り場。王子駅始発の列車は4.5番乗り場の、和歌山線ホームから発車する。ポイントの制限時速 30km が続いて、ホームを離れると、 関西本線は左手に分かれて北上し、和歌山線は右に分かれて南下を始める。左側にある近鉄田原本線とわずかに接近し、く津・下川を渡ると国道168号と並走して南下する。王子ニュータウンや西大和ニュータウン近傍の旗大駅を過ぎると柏市に入る。西名阪自動車道の高架下、く津・下川を渡って、 京城駅舎となった沈み駅、さらに南下を続けて、中華幹線と交差して、柏駅、その先で、近鉄大阪線をくぐると、左手には、近鉄の五井道研修車庫がある。信号場から駅に格上げされた、JR 五井道駅を過ぎると、一度進路を東に変えるが、近鉄大阪線が接近してくると桜の名所で、有名な高田川を渡って、右にカーブして、 桜井線、万葉真幌場線との木駅である、高田駅に到着する。大和高田市の中心駅ではあるが、近鉄大阪線の大和高田駅や、近鉄南大阪線の高田市駅の方が、乗降者数が多い。王子駅高田駅間は、沿線の宅地開発が激しく、また近鉄大阪線とも競合している。桜井線は左に分かれるが、和歌山線は、高田駅から、 再び南下を始める。住宅街の中を抜けて、近鉄南大阪線をくぐった辺りからは、田畑が目立つようになる。カツの市に入って、山和新城駅付近から国道24号と共に、和歌山市を目指すようになり、五所市内から右側には、近鉄五所線が五所駅まで並走する。五所駅を出ると左にカーブして一度国道24号と、分かれて、玉子駅。 脇上駅と続きながら南下し、右手に国道309号が、左側から近鉄吉野線が合流してくると、隠れ里吉野への入り口に当たる吉野口駅に到着する。吉野口駅を過ぎて、近鉄吉野線と分かれると、山間の景色が色濃くなる。二つのカーブを抜けると、京縄自動車道五条北インターチェンジ付近で五所で分かれた国道24号と、 再び並走を始めて、下り勾配を進み、五条市に入って、近畿地方で唯一スイッチバックがあった北内駅に到着する。現在はスイッチバックが解消されて停留場となっているが、旧ホームなどはそのまま残されている。下り勾配は次の五条駅まで長く続く。五条駅は、和歌山線の要衝の駅で構内に留置線があり、五条駅を始発。 終着とする列車も設定されている。五条駅からは、和歌山市に向かって精神し始める。1984年に五条駅和歌山駅間が、電化されたが、通常の電化方式、シンプルカテナリー方式ではなく、列車本数も少ないため低コストの直接通利化式が、採用された。ただし、水田総合車両所ひねの支所新在家破出所 和歌山駅間と木の川橋梁区間は、シンプルカテナリー方式となっている。五条駅の先で左手にカーブをして、分かれるような空き地があるが、これが五神線となる場所であった。太平洋戦争前に五条駅から新宮駅まで計画されていたが、採算性などの問題から未成線となった。途中の木戸付近まで、路盤や橋梁、トンネルが完成しており、国鉄時代に、 一般車の通行できないバス専用道として整備され、国鉄バス西日本 JR バス坂本線、JR バスの撤退以降は、奈良交通のバスが利用していたが、利用車芸やトンネルの老朽化により2014年9月、限りで運行が廃止された。五神線との分岐点の先で寿命川を渡ると、山と二見駅で、右側からは、京川自動車道が接近してくる。 1982年までこの駅から貨物支線が分岐していたため、五条駅付近と同じく、左手にカーブをして分かれる配線跡の土地が見える。左にカーブしながら、国道24号をくぐり、左手に上野公園を眺めながら、今度は右にカーブをすると、左手には吉野川が見え始めると、和歌山県橋本市に入って、墨田駅で、この付近から住宅が目立つようになる。 下標庫駅と続いて国道24号を再びくぐり南海高野線を越えると橋本駅に到着する。橋本駅は南海高野線との接続駅でかつて橋本鉄道部が設けられていたが2009年に和歌山支社直轄となり同鉄道部に代わって橋本運転区が設けられていた。2012年に橋本運転区は 旧和歌山列車区の運転士部門と統合されて、廃止された。橋本駅を出ると、右に南海高の線が分かれていき、紀伊山田駅に着く。紀伊山田駅を出ると、高谷口駅、中井ぶり駅と続き、桂木町の明治駅に着く。この駅は、以前2面三線式のホームであったが、抽選が取り払われ、旧3番線が、現在の2番線となっている。 幼寺駅を出ると、大谷駅、笠田駅を過ぎ大きく、右にカーブすると、西笠田駅に着く。西笠田駅からは、国道二十四号を挟んで、木の川が見え、木の川の中杉は通称、蛇島が見える。西笠田駅を出ると、国道四百八十号を超えると、名手駅に止まり、二面三線の小川駅に着く。小川駅は、西国三十三所。 第3番札所の小川寺の最寄り駅で、日中は、和歌山方面からの列車の半数はこの駅で折り返す。小川駅を出ると、小佐田観音の最寄り駅紀伊長田駅を過ぎ、木の川市の中心駅内田駅に着く。木の川市役所や長病院の最寄り駅であり、快速列車の停車駅でもある。内田駅を出ると、田園地帯を走り下伊坂駅に着く。 国道二十四号岩出バイパスをくぐり、右手に岩出警察署を見ながら、左にカーブすると、岩出市の中心駅岩出駅に着く。岩出駅を出ると、木の川を渡り右にカーブして、船戸駅に着く。船戸駅を出て間もなく、右側に小さな小山が見えるが、これは、かつての船戸り駅の跡地である。和歌山市に入って、田園地帯の中を走りほぼ直線で、木小倉駅に着く。 キ伊小倉駅は近くに、団地もあり県立和歌山高等学校もあるため、駅の規模の割に利用客が多いが快速列車は通過する。キ伊小倉駅を出て、伏施谷駅、仙丹駅と和歌山線最後の大野瀬駅を過ぎ、国道24号和歌山バイパス、半和自動車道をくぐり、右手に、いた総合車両所ひねの支所新在家波室所を見ながら、左に大きくぶする。大門川を渡り、 右手から、帰省本線と阪和線が合流してきて、終点の和歌山駅である。ひねの電車区新在計破室所があるためあたり路線からは、和歌山駅のすべてのホームに侵入できるような配線、とっている。この路線にトンネルは存在しないが、1951年、昭和26年までは、墨田駅東側の県境付近で松地山の下を、 通る急線が使用されており、その区間に松地トンネルがあった。際鉄道がこの区間を付設した1897年、明治30年から1898年、明治31年当時の建設のため老朽化が進み、本トンネル南側に新線が付設され放棄された。運行形態は、日中は高田駅で、それ以外の時間帯は五条駅で分かれており、普通列車、 快速列車のみ運転されている。通勤路線であり、朝は上り大子方面、夕方は下り高田方面への利用が多く、このような流動に合わせたダイヤとなっている。ラッシュ時を除き1時間あたり2から3本、約20から30分間隔での運転が基本となっている。朝ラッシュ時7.8時台の上りは、高田発基準で計7本運転されている。 7時台の3本と8時台の2本は、山和地線、関西本線に直通する快速、7時台1本のみ、普通電車、山和地線区間も、各駅停車 JR 南機で、車両は、追田総合車両所奈良所所属の221系の、他201系も使用されている。この時間帯の下り列車は、上り快速の車両を送り込みを兼ねた、王子発高台機、 うち平日一本は JR 南場始発に前日車両群が使用されている。日中は JR 南場駅高田駅間で大和寺線に直通する快速が221系4両編成により1時間あたり2本30分間隔で運転されている。この快速は高田駅で万葉真幌場線、桜井線、または五条。 和歌山面の列車との接続が考慮されている列車もある。15から17時台は主に王子駅発着列車で105系のワンマン運転が行われる。ただし王子駅高田駅間は全て友人駅のためホーム側の全てのドアを開閉する。18から20時台には JR 南波発の快速が6本運転されており、土曜、休日ダイヤではこのうちの2本が 大阪環状線から高台駅、五条駅まで直通する山和寺快速である。夕立主時と深夜時間帯にも五条駅まで直通する区間快速も設定されている。いずれの列車も王子駅で分割を行い、後ろの4両が和歌山線直通となる。このほか、朝と夕方以降に万葉真幌場線直通の王子駅奈良駅間の列車や早朝や深夜には、 主として105系のワンマン運転による大子駅発着列車が運転されている。山和寺線区間も各駅停車になる JR 南蛮駅発着の普通電車は前述の朝の高田発を除くと平日朝6時台に JR 南蛮発、王子発は7時台高田駅と21時台に高田発 JR 南蛮駅が運行されている。 また、この区間における117系の運用は、朝夕の1往復のみである。王子駅高田駅間では、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、201系6両編成の3号車に、女性専用車が設定されている。乗車位置には、女性専用車の案内が表示されている。なお、ダイヤが乱れた際は、女性専用車の設定が解除されることがある。 和歌山線では2004年10月18日から女性専用車を導入し、始発から9時と17時から21時まで設定されていたが、2011年4月18日からは平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで女性専用車が設定されるようになった。朝ラッシュ時は一部の列車で、和歌山駅王子駅間で運転する列車があるが、 基本的に五条駅から高田方面に行き、和歌山駅が運転されている。五条発の快速も運転されており、JR 南ン駅が221系4両で、毎日1本、王子駅で後ろに4両増結し8両となる、和歌山駅が105系で平日朝のみ2本、運転されている。和歌山駅は4両編成の列車は、小川駅で、後ろ2両を切り離し、切り離された2両は、 後続の普通として運転されているほか、二両編成の列車は、小川で小川始発の普通と接続している。なお、王子駅和歌山駅間を通しで運転する快速列車はない。日中は1時間あたり、高田駅小川駅間では1本、小川駅和歌山駅間では2本、30分間隔で運転されて、万葉は滅ば線。 桜井線経由で奈良駅高田駅和歌山駅間の列車が運転されている。また時間帯によっては五条駅で乗り換えとなる列車もある。なお、正月三が日の日中は万葉真掘場線での多客対応のため高田駅で系統分割を行い万葉真掘場線に直通せずに高田駅で折り返す。ユーラッシュ時は五条駅で系統が分かれるほかに 船内同士の列車が運転される。快速は、山和寺線、関西本線から五条行が、毎日三本運転。和歌山駅発の五条方面行きが平日は二本、と休日は一本運転されている。和歌山発の快速は、五条がないように、自動放送に加えて運転手からも再度停車駅の案内がある。高田駅五条駅間で221系で、運転される。 上下三本の大和寺線、万葉ホロバ線への直通列車を除いて、105系2両4両編成か117系4両編成、早朝、夜間のみでのワンマン運転を行っている。停車時のドアは2両編成の場合は、先頭車の前と後のみ、4両編成の場合はすべて、開閉する。百五系は長らくトイレなし車両のまま、長距離運用されていたが、すべての編成に、 トイレが設置されるようになった。高田駅和歌山駅間の沿線の岩出市も、山と高田市周辺のように、宅地開発が激しく住宅が多く存在し、和歌山線から離れている山側に住宅地が多く、岩出市の住宅街から離れたところをかする程度に、叱っていないものの通学客が多い。しかし、通勤客はあまり多くなく、バスやマイカーで、 阪和線の快速停車駅である、金駅、泉砂川駅、熊取駅を利用する人の方が多い。同じ区間の橋本市なども住宅が多く、存在しているため五条駅金山田駅間も利用客が多い。かつて五条駅を経由して、JR 南馬駅和歌山駅間を運転する列車、和歌山駅で、紀勢本線の列車、木田駅、または、五貿駅発着の増解決を行い、 阪和線経由で五条駅天王寺駅間を直通する列車も運されていたが、現在は存在しない。和歌山駅経由で五条駅天王寺駅間を運転していた快速は、1989年3月10日から2000年3月10日まで運転されていた。和歌山駅帯の正規間に、水田総合車両所、ひねの師所、新在家派出所があるため、この区間では、 デイ陸のための回送列車が朝晩に運転されている。沿線の花火大会などの祭事において、臨時列車が運転されている。五条市で行われる吉野川花火大会では、五条駅、高田駅間で、橋本市で行われる、木の川祭では、和歌山駅、橋本駅間で、それぞれ運転されている。特に、木の川祭では、普段和歌山線での定期運用のない系が、 和歌山駅橋本駅間に乗り入れていた。過去には、吉野山への観光客輸送として、大阪駅吉野口駅間で、快速、吉野ライナー号が運転されていたことがあったほか、大晦日深夜から元旦にかけて、王子駅高田駅間で、終夜運転が約60分間隔行われていたが、この終夜運転は2017年度をもって、取り止めとなった。 すべて電車で運転されている。特記されていない車両は全区間で運用されている。王子駅高田駅間は大阪鉄道が1891年に開業させた。その後、桜井方面へ路線を延伸した大阪鉄道から分岐する形で南和鉄道が高田駅五条駅間を1896年に開業させた。五条駅和歌山市駅の、後に 現在の和歌山駅への支線が開業を緩和、木和鉄道の手により開業した。和歌山県下発の鉄道路線として、五条駅、橋本駅間を1898年に開業させた後、和歌山側から順次延伸し、五条駅和歌山駅、現在の木和駅間が開通したのは1900年で、ある。その後、南海鉄道、南海電気鉄道の前身の全通と同日に、 和歌山市駅まで全通した。なお、南海鉄道の開業以前は、この路線が、大阪駅和歌山駅間移動ルートとしての役目を、担っていたこともあった。大阪鉄道、南は鉄道、木和鉄道は、関西鉄道に合併された後に国有化された。また、大野ノ和歌山間は開業当時貨物支線であり、正式に、旅客営業を開始したのは1972年。 昭和47年。ただ、実際には、紀勢本線美ノ島方面への直通列車を中心とした一部の旅客列車が、この貨物支線を経由して乗り入れていた。しかし、正式な旅客営業路線ではなく、営業記録が設定されていなかったため、運賃は紀伊中の島駅経由で計算していた。その旨の注意書きが、当時の時刻表にも記載されていた。 国鉄時代の1980年に、王子駅五条駅間、1984年に五条駅、和歌山駅間が電化された。1960年代には、東京駅に直通する急行、大和の寝台車、和歌山線内では普通列車に連結して、運転や、1960年代から1980年代には、紀勢本線白浜方面に直通する急行、白浜、 その更新の急行、木の川といった優等列車が運転されていたが、五条駅、和歌山駅間電化時に木の川が廃止されて、以来定期優等列車は設定されていない。以下の地点はそれぞれ同一地点を指す。この他の19駅は終日無人駅である。内は起点からの営業記録。和歌山市駅の接続路線は和歌山線としては、 過去の接続路線であるが、廃止された路線を除いて1972年3月15日以降は、帰省本線の接続路線となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。